はい、今日ご紹介するのはデリカミリでございます。三菱から新しく登場した軽自動車です。注目のポイントはまずこのデザインですよね。デリカっていう名前をつけるからには三菱は本物しか作りませんということで、今回ね、実はね、デザインだけ変えたなんちゃってモデルじゃないんですよ。タイヤがね、はい、こんな大きな台形タイヤ、579ミリのね、外形タイヤを新しく採用しました。外形タイヤを大きくするっていうことは、スピードメーターの調整、そしてアイポイの高さの調整、安全設計、全部やり直さなきゃいけないんですよ。なかなか大変なんですけれども、きっちりやり直して、オフロードでもしっかりテストをしているそうです。早く乗ってみたいですよね。でもデザインだけでもすごいおしゃれ。ちょっと後ろも来て、後ろもね、ちゃんとへこ文字で、デリカミリって書いてあるの。可愛くていいですよね。まあ、丸めでも可愛いし、愛らしい一台なので、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。詳しくはこちら。